はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。ですね、予言、スクエアエニックスが、出してます予言ゲーム、予言者育成学園フォーチュンテラーズアカデミーの、動画です。いくつかの予想を今までしてみたんですが、結果が出たものがあるということで見てみましょう。キノコ、タケノ、キノコの山、タケノコの里、国民総選挙で、マニフェストが、投票されてるみたいですね。で、その結果が出たようです。私はですね、吉田沙保里と、作る、タケノコの里発売なのではないかと予想して、今のオッズが 3.4 倍なんですが、 7.2 倍の時に予想したので、当たったら、10×7.2 の72ゴールドをもらえます。さあ結果はどうなんでしょうね。ドキドキしますね。さあどうだ。止まれ。何、蚊が止まらんな。来たー、的中。やったね。おー、すげえ。所持金とそうなんですけど、経験値がもらえるみたいなんですよね。うわ、一気にレベルが上がった。6まで上がりましたね、レベルが。無知力とか、あ、最大 MP が上がるのか。ってことは、特殊能力を使いやすくなる。さらに、レベルアップ記念碑として、プレゼントボックスやアメリストをもらえて、ホームページ回復、ホームページじゃないや、ヒットポイント回復の、特技も習得できて、チャージアップってなんだ？ああ、なるほど。必殺を使った際にダメージを 20% 増やすのかな。やはりそうですよね。キノコとタケノコではタケノコ人気があって、しかも吉田沙保里ってやっぱり知名度高いですからね。ダブルスコア以上つけてますね。すごすぎる。そうか、ゲームが、ゲームは3位か。マッシュ驚き、キノコの山。キノコも結構2位から4位占めてる。5位もか？頑張ったんだけどなぁ。さすが、ツイッターでシェアすると10アメージストがプレゼントされますってなってる。うん、なるほど。はい。おっと、そうです。実は結果が出ると、相手と戦うんです。これ、勝つと必ず、ゲットできるみたいですね。これ、必勝体制でいきましょう。となると、まあ、こいつを下ろして、こいつを上げて、こいつもちょっと力不足だよな。相手 B ですからね、そんな簡単に勝てると思わない方が良い。これで行ってみましょう。63%。うん、やっぱり、まず絶対を使いましょう。うん、これなら大丈夫だ。特技で、ガード使おうか。おお、防いでくれました。ちょっと戦勝確率、右上ご覧ください。このパーセンテージ高くなれば上がるんですけど、これが上がったみたいですね。さあこれで
相手の必殺チャージかな。引き続き特技を、うわー、ローリーラン死んだ。ちょっと流れが嫌な感じになった。貯めた。ちょっと次大きなダメージ来たぞ。ちょっと苦労してますね、これは。少しずつ与えれるダメージは増えてきたみたいですが、果たしてこれでマジックパワー使い切っちゃいましたよね。使い切らない方が良かったかな。お、エールはあれやってくれるんだ。ヒットポイント回復だけでも結構ダメージがあるのか。こうしてエールの回復待った方がいいのかもしれない。回復してほしいが、おっと、あ、勝ち決定しましたね。結構白氷っぽいんですけど、危なかった。本当にわずかの差だった。まあルーレットするまでもないですね。これで効果の6、ローレライのレベルが上がりました。が増えたか。おっと、このいろいろ予想があるんですけど、ニュージャパンカップ、これですね。もう予想が始まってます。締め切りまで3日ということで、11日まで予想すればよかったかな。でもここで予想しちゃダメなんですよね。まあ明日開催なんですけど、どこで予想するか、初日の結果を見た方がいいです。だいたいこういうカップ戦っていうのは、あ、これトーナメントだったっけな。まあリーグ戦なら初日負けた選手が上がってくるっていうケースがあるんですけど、まあ例えばこういうトーナメント戦だったら、オーマン狂わせをした選手がちょっと要注意かもしれないですね。オーバークラスでした選手が結構最後まで行っちゃうケースがあるんですよ。昔、1999年だったか2000年だったか、2000年か、チャンピオンカーニバルが全日本プロレスでやってて、
そこですね、まだ隠したと思われてた大森が秋山を5秒ぐらいで破っちゃったんですよね。それからずんずん行って決勝戦まで勝ち上がったという、まあ決勝戦は小橋に負けちゃいましたけど、そういう勢いのある選手がちょっとまあ要注意かなと、トーナメント戦の場合は。まあ確かに棚橋も復活してほしいなとは思うんですけどね。矢野は誰を食うかですよね。とにかく1回戦をオッズが変動するかもしれませんけど、まず1回戦を見た方がいいと思います。家電大賞、自分にはよくわからないですね。談話室もいくつかあってるんですけど、ツイッターではシャープの傷がものすごくバズってた。どうもシャープの巻き返しがあるんじゃないかというわけですね。して最新の予想が任天堂ニャニャニャ、なんだこれ。110回で最初に取り合えるレースは全くわからないですね。そういえば進撃の巨人アプリ化されたばっかりだったよな。まあ任天堂のゲームじゃなかったような気がするんですけど、名探偵ピカチュウなんつうのもあるんだ。各週水曜日に配信している YouTube 番組みたいですよね。基本的には任天堂の特にスイッチのタイトルが挙げられるみたいなんですけど、オデッセイって結構やるんだ、まだ。ゼルダ無双ハイラルオールスターズデラックスがと、名探偵ピカチュウあたりがあるな。でも結構星のカービィも発売するしな。これ過去の実績見るとどうなんだろう。あ、カービィ取り上げてんのか。105回って マリオラビッツキングダムバトルが取り上げられたんだろうか。もしそうでなければもっと後のタイトルが取り上げられる可能性がある。例えばゼルダ無双とか名探偵ピカチュウ、このあたりが有力になってくるのかもしれないですね。ゼルダ無双か名探偵ピカチュウかな。とりあえずオッズが変わりますし、談話室を見た方がいいですね、最初のうちは。そしてですね、実はまだはされてないんですけど、答え合わせ済みではないんですけど、答えが出たものがあります。R1 グランプリ、こんなんあるんだ。原作にいなかったのか、早見沙織の。
どうかな。ターニャはすごい印象深かったけどな。結果はこれいつ出るんだろう。まあ、それはともかくとして、R1 グランプリの結果が実はもう出てるんですよね。おっと、こんなのがあるぞ。支援部門か。これだけは分からないですよね。だから、意外な国から出てくる可能性はありますよね。単純に中国とか台湾とかで決まらないような気がする。香港とか。タイトル長いのもまたどうなのかな。ウェブとはいえ、ここはですね、マレーシア勢、あ、教えてジャン先生に見てみましょう。面白いですけど普通すぎますよね、そのエレベーターショックって。マレーシア、これも普通すぎる。面白いけどな。ザ・アートが面白そう。ザ・アートで予知してみるか。10ポイント。まあでも高いオズ言っても、あのコイン稼げるだけですからね。むしろアテる方が結構あの経験値的には重要だったりします。またお前か。誰でも勝てるでしょう。うん、このまま行きましょう。チョコのなんだ、ナッツのボールみたいなもんですよね。さあ 54% しかもらえない。ちょっとやばいな。ダメでした。ファンファンファンですね。で、見たいのがこう喋ってるんですけど R1 なんですよね。 R1 が結果が出てるんですけど、なぜかあった、これです。R1 グランプリの優勝者、これがですね決まりました。私はですねルシファー吉岡を予想したんですが、まだ答え合わせは出てないんですけど、優勝者はこの盲目の漫談家浜田雄太郎になりました。2017年の NHK 新人お笑い大賞で本選まで出た実力者ということで、下ネタが嫌がられたのかな。3年連続の決勝進出とはいえ、で全く残念な結果に終わりましたね。談話室はオグに取ってほしい。うん、なるほどね。はい、こんな感じです。はい、というわけで今回はあの R1 グランプリの結果が出たということなので、その予想をしてみました。
たしてその結果はどうなるのか。これからもですね、引き続きこの、預言者育成学園フォーチュンテラーズアカデミーの、動画を上げていきたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひお願いいたします。また説明欄にブログ、ツイッターのアドレスを掲載しております。よろしければアクセスしてみてください。ゲーム動画でいこうでした。ありがとうございました。